じゃあ家に帰りたいと思います。今日は10月の23日ですね。日曜日です。だいぶ紅葉の色づいてきましたね。もう暗くてよくわかんないですが、帰ろう。およそ50メートル先、右方向です。ちなみにここは道の駅足学母です。足学母、果樹公園足学母っていうのが正式名称らしいですね。ここはですね、そう、バイクとか車の走り屋系の人たちがね、いっぱいいますね。ちょっとね、コーヒー飲みながらね、行ってますね。よし、行きます。はい、これはね、299号ですね。多分国道ですけど、はい、ここの道はですね、中高速コーナーが多くて、でなおかつですね、この道結構明るいんですよね。しかも広いで、交通量少ない。そりゃね、走り屋集まりますよね。まあ僕は走り屋ではないんですけども、まあ車の運転好きですね。運転するだけじゃなくて、こう峠道を走るのも大好きなんで、まあまあ楽しい道ですよ。まあ走りたくなりますよね。いや、わかりますよ、本当。今は7時45分なんですけど、まだ結構走り屋の人たちがいますね。まだっていうか、正直この時間からが本番ですかね。まだこの時間だとね、割と秩父とその飯能市をつなぐ、まあなんというか大動脈っていうわけではありませんが、まあ主要道路なので結構交通量あるんですよね。走っていきたいと思います。コーヒーをね、入れましたんで、コーヒーをね、飲みつつ、行きたいと思いますね。で、まあこれからですね、東京まで帰るんですけど、どうやって帰ろうかなって思ってまして、あれ、まあ、正直下道で行っても上で行っても30分ぐらいしか変わんないんですよね。で今日は結構その体力余ってるんで、で、まあ下道でね、行こうかなっていうふうに思ってます。だいたい2時間半ぐらいですね。なんでまあ1回休憩入れるぐらいで、1時間15分走ったら休憩、1時間15分走ったらそれで到着みたいな感じでね、したいかなって思ってます。ただ走ってるうちにね、どんどん渋滞は解消されてくるんで、まあ実際ね、2時間ぐらいで下道でも着くんじゃないかななんて思ってますね。まあ休憩入れたらね、まあ多分まあやっぱ2時間半ぐらいかかるかなって感じですね。夕食はね、かっぱ寿司、ソロかっぱ寿司したんで、もう大丈夫ですね。はい、もう必要ないですね、ご飯はね。ただ4時ぐらいに食べてしまったので、まあ夜はいいにしても多分朝すごくお腹すくんですよね、早く食べちゃうと。
まあそれはそれでね、まあ早く起きてご飯をね、ちょっと明日がっつりめにね、朝ごはんは食べようかなっていうふうに思っております。はい、まあね、日給給をね、爆走中ですね。いやでもね、本当に走りやすいですよ、この道は。広いし、で道もなんていうか綺麗なんですよね、すごく。いわゆるそのバンピーな路面みたいなやつがないんですよ、ここ。だからそのバイクで走りに来ても、まあ、なんというか安全に走れるんですかね。なんていうかこの辺の道はものすごくですね、バイクが多いんですよね。なんでかわかんないんですけど、なんでかなって思った時に、そうわかんないな、そう道の駅足学坊とか、あとその近くにも道の駅秩父っていうのがあって、そこのバイク多いんですよね。あとそのバイライダーの種類っていうんですかね、それもね、普通の道の駅と違ってちょっと柄の悪い系っていうんですか、その要はブン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 みたいなタイプの人たち結構集まってきちゃうんですよね。ちょっとね、治安悪いんですよね。まあなんで足学坊とかで車中泊しようかなって思ってる人は、まあ、ちょっと要注意ですね、この辺。結構治安悪いん で、しかもなんていうか深夜1時とか2時ぐらいになるまで騒いでたりするんで、ね、寝れないですね。今キャンピングカーが見えましたね。きっと足学坊とかね、道の駅秩父とかに、車中泊していくのかなっていうふうに思いました。そういえば私もですね、車中泊はまあ趣味というかまあ結構するんですけど、いや本当にね、最近まあコロナになってからと思いますけど、車中泊する人増えましたね、本当に。昔って言ってもそんな、まあ本当5年ぐらい前とかはそこまでね多くなかったんですよ、その車中泊する人。道の駅深夜行ってもまあ1割2割ぐらい、まあ場所によるんですけどね、まあそんな、まあ、みんな車中泊してるなみたいな感じはなかったんですけど、ここ2、3年でいやなんかもう道の駅よ深夜でも結構にぎわっちゃってたりとかね、あとそうなんかあキャンプしたのかな的なね、なんかこう台が置いてあったりとかね、洗濯物干してたりとかね、結構見るようになりましたね。あと軽キャンピングカーも増えましたね、かなり。そうそう、はい、気温14度ですね。車中泊するにはちょっともうそろそろ寒くなってくる時期ですね。まあ、ただ軽キャンピング、まあ、キャンピングカー系は FF ヒーターがついて、まあ、ガソリンを燃料とするヒーターがついてるんですけど、大抵は、なんでまあ冬はね結構快適だと思いますね。そう、はい、ということでね、こんな感じでね、会長にね滑り降りてってますね。いやでも10月23日ですけど、もう結構寒くなりましたね。まあ、夏の暑さはあんま好きじゃないですけど、やっぱ寒くなってくるとなんかこう夏の暑さって良かったな、良かったなと、なんかちょっと懐かしく思いますよね、夏だけに。
ドライブがね好きなんでね、本当に今年の夏は、まあ2ヶ月、7月、じゃあ8月9月かなで、7000キロ走ってましたね。結構走ってました。九州行ったりとか、あと和歌山行ったりとかしてたら、こんなに距離伸びちゃいましたね。まあただまあ車がねアテンザってことで、やっぱ運転が飽きないんで、まあやっぱ1週間なんていうか関西というか九州まで行った時は、ああちょっともう運転お腹いっぱいかなーって感じしたんですけど、まあ1週間もすればねまた運転したいなーっていう、ね、感じになって、まあ、それだけねこのアテンザっていう車はね僕に合ってるっていうことですね。